サチコね、今日のためにクイズを考えてみたの。みんなクイズ好きでしょ？考えたクイズってなんかあんまりいい予感はしないもんね。多分みんな考えていることは一緒なんじゃないかな。なんだ、もしかして誰も好きじゃないの？ファイナルアンサーとか募集等とか好きだと思ったのに。ネタ古っ。じゃあさつきちゃん。どうして古いの？幸子、今どんなクイズ番組が面白いのかなって青だましいと赤だましいに聞いてちゃんと調べたのに。死んだ人に聞いたから中途半端にネタが古臭いんだよ。じゃあ今流行りのクイズ番組って何があるの？中高生クイズでしょ。それも流行りとは違う気がするよ。今度はあっちの子が突っ込んだ。じゃあゆかちは今って何が流行ってると思う？もう、よくわからないなら口を挟まないで。余計なことは言わない方がいいわ。うん、そう思ったんだけど。でもあの子たちが。さやかお姉ちゃん、今何が好きって言ったの？私結構何でも好きかなって。幸子の考えた流行りじゃないクイズでも好き？
ことだ。さやかがクイズマニアだったなんて。え？ギャー！さやかに愛される系幼馴染をやって17年。まさかまださやかについて知らないことがあったなんて、ショックだ。愛される系幼馴染って何？っていうか、なんでまたここにいるのよ。でも同時に感動もしているんだよ。これだけ共に過ごしていながら、さやかにはまだ隠された神秘があるんだと思うと、あ、ますます愛おしい。人の話聞いてる？強制送還はどうなったの？どうしたんだい、さやか。俺の顔をそんなに熱く見つめて。あ、もしかして俺に一目惚れし直しちゃったのかな。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。幸子、確かに犬丸を元の世界に戻したと思ったのにな。犬丸、なんでまたいるの？愛する者のためなら何度でも蘇ってみせよう。そう、まさに不死鳥のごとく。うわ、うざい。ごめんよ、さやか。勝手に帰ったりして。寂しかったかい？せいせいしてたわよ、このダケン。たく人の気も知らないで。あ、そうだ。あんた、私の服はどうしたの？ちゃんと燃やしてくれたでしょうね。もちろん、丁寧に俺の部屋のタンスにしまっておいたよ。さやかはもう必要ないようだったから。消費した気がする。こいつすげえな。あそこまで好意を包み隠さないやつなんて見たことないぞ。私も見習いたいかも。へっ、いや、それはなんつうか、その篠崎らしくないんじゃねえの？そうかしら。あそこの人たちにバッチリ聞かれてた。もう幸子、そっちのけで話すの禁止。幸子はとっても優しいから、特別に許してあげる。ありがとう。さやか、信じてはダメよ。つけ込まれてしまう。そっか、そうだよね。うん、わかった。さやかは幸子のクイズが好きなんだよね。だったらクイズの参加者にしてあげるね。うん、ありがとう。幸子、お姉ちゃんのこと気に入っちゃった。だから他の参加者はお姉ちゃんと仲がいい人たちを選んであげる。本当？うん、まずはナホでしょ。またさやかと離れ離れになるなんてごめんだもの。ナホタン、
それから愛される系幼なじみの犬丸。やった、さやか、俺も一緒だよ。まさかのスルー。この3人がメンバーときたら、次は私かしら。ピンポーン、アイコも参加してね。あと同時にアシスタントもお願いね。面白くなってきたわ。楽しめそうね、いろいろと。というわけで、なほちゃん、さやかちゃん、はるゆきくん、どうぞよろしくね。さやか、よろしくなんてしなくていい。レイとアイコには心を許さないで。あらあら、私も大概嫌われたものね。悲しいわ。どっちかというと楽しそうです、アイコさん。あと田口もクイズ参加メンバーにしてあげる。ゲナホちゃん、今ゲって言わなかった？だって田口さんが一緒だなんて、急に先行きが不安になってくるっていうか。それはどういう意味？できれば即座にお断りしたいって意味だけど。かまひどいよ、なほちゃん。幸子、参加メンバーを私たちが却下するのは可能なの？ダメ、幸子が指名した人は絶対に参加しなくちゃいけないの。そう、残念。そこまでがっかりしなくてもいいじゃないか。なほたん、元気出して。それを言ったら私も犬丸が一緒なのは最悪だと思ってるけど、なんとか我慢してるよ。さやかちゃんもひどいね。やだな、田口さん、あれはさやかの照れ隠しなんですよ。え？そうなのかい？ええ、そうなんです。さやかって普段はこうしてツンツンなんですけど、二人きりになるとそれはもう素直で、ゴロゴロニャンニャン、スリスリパフーパフーみたいな感じで、とにかく可愛いんですよ。あんたの妄想をさも当たり前のように人に話すなっつーのよ。またも向こうずね。もう頭痛い。さやかちゃん、いい蹴り持ってるね。なんだかあっという間に騒がしくなったわね。本当にね。それじゃあ最後の参加メンバーを発表するよ。ダカ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 。じゃじゃーん、キビキメンバー入り決定だよ。おめでとう。
なんだかよくわからないが、参加せざるを得ないようだな。先生、ナホ君、なんてことだ。まさかまた君に会えるとは思わなかった。大丈夫かい？怪我などしていないだろうか？大丈夫です。先生も無事でよかった。私、先生ともう一度会えるなんて。よかったね、ナホタ。先生のことすごく心配してたもんね。田口君も無事でよかった。途中で姿が見えなくなって心配していたんだ。すみません、キビキ先生。あの時はもう夢中で。でも先生も無事で安心しました。それじゃみんな、移動の準備はいいかしら？移動の準備？キャー！これは空間転移？さあ始まるよ。史上最大地下航空壕縦断ウルトラクイズ。みんな力いっぱい楽しんでね。さらにネタが古いよ。はしゃぐな田口。生きたままその体を引き裂かれたくなければ口を閉じろ。さあお前たち、狭くて暗い地下防空壕にまとめて送ってやる。存分に楽しんでくれがいい。大丈夫か、さやか。痛みを消す札を貼ってあげようか。やましい気持ちはもちろんあるよ。死ねばいいのに。よかった、離れ離れにならなかったのね。ずいぶんと乱暴に飛ばされたわね。さて、ここはどこかしら。ナホちゃん、知っていて？いいえ、見覚えがないわ。あ、ここ私知ってる。まあ、そうなの？うん、ナホちゃんとおまじないをして気がついた時にはここにいた。間違いないよ。さやかが初めて天神小学校に来た時の場所がここだったのね。うん。ずいぶん薄暗いな。こんなところに、さやかは。ああ、かわいそうに、怖かっただろうね。さ、慰めてあげるよ、さやか。俺の腕の中に飛び込んでおいで。
死ねばいいのに。ついさっきも同じことを言われた気がするよ、さやか。あなたたちは相変わらずなのね。というか、私たちだけしかいないの？先生と幸子はどこに？あれ、ここは？ああ、田口さんいたんだっけ？忘れてたわ。起き抜け早々辛辣だね、なほちゃん。あれ、なんだか背中が痛…あれ、田口さんもいるってことは…先生、先生もどこかに。大丈夫だよ、なほちゃん。幸子は先生もクイズ参加者だって言っていた。だからきっとどこかにいるはずだよ。多分幸子が着陸点を間違えてしまったとか、そんなところじゃないかな。とにかく他の部屋を探してみよう。残念ながらそれは無駄足になりそうね。こと？いつの間にか私のポケットにね、こんな紙が入っていたの。それは幸子ちゃんからの私たちに対する指示書ってとこかしら。呪術的な力を感じるな。ええ、ただの紙じゃなさそうよ。読むべきタイミングで今読めることだけが浮かび上がる紙だって書いてあるもの。なるほど。それで今読むべきタイミングとして浮かび上がっていることは何？知りたい？コウ先生に関わることよ。なほちゃんならメモを読み上げてほしければ普段の情報量の10倍払ってほしい。なんて言ってもあっさり払ってくれそうね。
もっとも払いたくても手持ちがないでしょうけど。アイコ、いい加減にして。怒るわよ。あら、そんなのちっとも怖くないわ。ナホちゃんってば、私と会うときはいつも怒っているようなものじゃない。この…待って待って、喧嘩は良くないよ。丹羽さん、何かしら。ナホちゃんや僕にとって先生はとても大切な人なんだ。だから意地悪をしないで、その紙に書かれていることを教えてくれないかな。まあ、それじゃあナホちゃんとショウゴさんはコウ先生を取り合うライバルということかしら。ショウゴさん、いや、こんなに若くて可愛い子にそんな風に呼ばれるなんて、なんだか新鮮だな。ツッコミどころはそこじゃないと思いますけど。鼻の下伸ばしすぎだし、気持ち悪い。気持ち悪い?そんなナホちゃん。それに田口さん、若くて可愛いという点では丹羽さんよりさやかの方が断然勝ってますよ。訂正してください。君のツッコミどころも相当おかしいぞ。とにかく先生を田口さんと取り合うとかありえない。バカなこと言ってないで、早く書いてあること読み上げて。まあ、つまらない反応。もっと悔しそうに懇願してくれないと張り合いがないわよ、ナホちゃん。うん、仕方ないわね。読んであげる。早く。はいはい。キビキはクイズの商品として幸子が預かってるよ。以上ね。クイズの商品ってどういうこと？優勝した人が先生をもらえるって意味に聞こえるけど。なるほど。よし、頑張るぞ。なんで俄然張り切り出したんですか、田口さん。史上最大って。
ちこさんをあんまり刺激しない方が。そうね、ごめんなさい、興奮してしまって。なほちゃんの気持ちはよくわかるよ。先生が商品だなんて許せないよね。さっき頑張るって張り切ってたくせに。このクイズは1位になったものが響先生をもらえるってことでいいんだな。ブブー、違うよ。史上最大地下航空壕縦断ウルトラクイズはね、グループ行動が鍵を握るクイズなの。どういうことだ？合計するから。私たち5人はチームということね。うん、だからみんな仲良くクイズに答えてね。最後に得点の合計が基準に達していたら商品のキビキをプレゼントするよ。グループみんなの明日のスタート地点を同じ次元にしてあげる。え？それって先生とさやかと、ついでに田口さんと明日再会できるかもしれないってことよね。みんな何言ってんだ？なんだかわかんないけど、さやかのためなら頑張るぞ。やっほい。一人理解してないやつがいるけど。知らない方がいいこともあるわ。彼は巻き込むべきじゃないかもしれないし。幸子ちゃん、質問をいいかしら。得点合計が低い場合はどうなるのかしら。私がこのメンバーにいる限り全員で仲良くというのは難しい気がするのだけど。それ自分で言う？私は常に物事を客観的に見ているのよ。なほちゃん、私の性格はよく知っているでしょ？体を幸子の思い通りにしちゃうってのはどうかしら。まずは髪の毛の青いところを全部引っこ抜くでしょ。それから和服も剥ぎ取っちゃう。やめて、その2つは先生のアイデンティティなのよ。するなら私にして。大丈夫だ、ナホ君。髪はまた生えるし、和服はまた着ればいい。大丈夫だ。
わかったわ。この紙を見ていればいいのよね。うん、愛子と犬丸には明日からのことなんて関係ないと思うから気楽に楽しむといいわ。それじゃ、バイバイ。真帆たん、大丈夫だよ。今まで私たち一緒にたくさんのことを乗り越えてきたんだもん。だから今回も大丈夫。さやか、真帆たんと私が一緒にいれば絶対にうまくいくよね。大丈夫、絶対にうまくいく。もう平気、落ち着いた。よかった。君たちは本当に仲がいいんだね。さやかとステディーな関係なのはこの俺ですけどね。はいはい、妄想をちょっと。なんか最近さえのきさんみたいなノリで喋るよね、さやか。さて、そろそろいいかしら。クイズのルールについてもう少し詳しい説明をしたいのだけど。これによると、商品をもらえる合計得点、つまり、コウ先生を解放する条件は427点に達すること、とあるわ。427点、ずいぶん中途半端ですね。幸子ちゃんの好きな数字にちなんで設定した点数みたいね。427点って死人のってことかな。そうでしょうね。クイズに1問正解するごとに何点もらえるのか不明だけど、427点は結構ハードルが高そうな数字ね。さすがに簡単に商品をもらえるようには設定されてないんだろうな。私たちが頑張らないと、コウ先生はそれはそれはひどい目に遭わされてしまうんでしょうね。かわいそうに。言っておくけど、足を引っ張るのだけはやめてくれる？どうしようかしら。ああ、ダメだって。二人とも険悪になっている場合じゃないよ。僕たちで力を合わせて先生を救出しなければいけないんだからさ。田口さん、それは聞き捨てならない。え？先生を救い出して先生に感謝されるのは私、他の誰にも譲らないわ。で、ナホちゃんのこだわりはそこ？特に田口さんには譲りたくない。というわけで、さやか、犬丸くん、それに愛子、私に協力して。
うん、もちろん。私はいつだってナホタンの味方だよ。俺はいつだってさやかの味方だから、つまりこの場合はさえのきさんの味方でもあるね。二人ともありがとう。私はどうしようかしら。無情で誰かに味方するというのはあまり好きではないのだけど、ここでナホちゃんに恩を売っておくのも楽しそうね。前向きに検討してくれると助かるわ。あれ?ナホちゃん、僕は?今ここにいるメンバーの中で霊力ゼロなのは田口さんだけ。正直、あなたが一番役に立たないと思う。ひどいよ、ナホちゃん。僕だって何かの役に立てるかもしれないじゃないか。悪霊が支配するこの学校で、ただのカメラマンである田口さんが一体何の役に立つの?私は田口さんに協力を求める必要性を感じない。簡潔に言うと、いらないかなって。ストップ!それ以上言われると本気で僕へこみそうだよ。ナホちゃん、本気でへこめばいいじゃない。いやいや、そんな真顔で。だって田口さんがショックを受けている顔を見ると気持ちがすっきりするんだもの。なんかよからぬことを考えていないかい?これくらいにしておいてあげる。そう?はい、残念、不正解よ。え?正解だと言ったのよ、ナホちゃん。気づかなかったかしら。今のはクイズに対する選択肢だったの。ん?ショウゴさんに対してどうするか考えたでしょ?もっと追い打ちをかけるか、これくらいにしておくかって。確かに考えて選んだけど、でもクイズって初めに問題があるものでしょ。今のは問題が出てきていないし、クイズとして成立していないように思えるけど。あら、ここでは常識なんて持っていても仕方がないんじゃないかしら。幸子ちゃんが分かりやすいクイズを出してくれると思っていたのなら、それは甘えというものよ。でも今のはなんだかずるいと思うけど。いいの、さやか。確かに愛子の言う通り、今のは私が甘かった。もう少し慎重に答えを選ぶべきだったわ。分かってくれたようで何よりね。だけどどうして不正解なんだ?状況を見る限り、さえのきさんはこれくらいにしておくを選んだんだろ?ええ、
まり追い打ちをかけるの方が正解だったというわけだけど、理由は何？さあ、そこまでは書いていないわ。翔吾さんならわかるんじゃないかしら。いや、実はその恥ずかしい話なんだけどね、僕奈穂ちゃんに暴言を吐かれるの嫌いじゃないんだ。は？だからもう少し攻めてきてくれてもよかったなとは思うよ。多分そこら辺が理由じゃないかな。浮気も、ちょっと田口さん、金輪際私に話しかけないでもらえますか？ああ、そのゴキブリでも見るような蔑みに満ちた眼差し、奈穂ちゃん、そういう目つき本当に似合うよね。うわあれ、まさかのドン引き。犬丸くんなら同じ男として共感してくれると思ったのに。いえ、全くわかりません。またまた、さやかちゃんにそういう態度を取られたらって想像すると犬丸くんだってグッとくるでしょ。俺の天使はそんな態度を取りませんから。何言ってんの？あんたの目は節穴なの？そうだ、さやかちゃんなら僕の気持ちわかるでしょ。奈穂ちゃんに冷たくされたらこうキュン、メロン、はぁみたいになるでしょ。私の天使は冷たくしたりなんてしませんから。あれ、この温度差は何だろう。すみませんけど、田口さんとは永遠に分かり合えないかもしれません。ごめんなさい。ああ、いや、うん、何だろう、丁寧に言われると余計に傷が深くなるもんだね。クイズ開始早々、誰も知りたくなかった翔吾さんの性癖があらわになるなんて、これは面白いことになりそうね。あなた以外は誰もそんなこと思っていないわ。それよりクイズに不正解だったけどどうなの？そうだったわね。クイズ1問目不正解、マイナス50点されてしまうようね。50点？これはまた随分大きくマイナスされたね。そんな、いきなりマイナス50点だなんて、本当に427点なんて取れるのかしら。ナホタンが不安になるのはわかるけど、でもまだ1問目だもん。絶対に取り返せるようになってるはずだよ。そうだね、さすがに1問外れたくらいで希望が消えるような難易度にはしていないんじゃないか。そうそう、幸子さん今日は機嫌がいいみたいだし。そうね、前向きに考えないといけないわね。次からは今のように不意打ちのクイズはないみたいよ。本当？ええ、クイズは
この地下防空壕のあちこちに散らばっていて、問題を探して見つけたら全員で解いていく形式のようね。ってことは次からは問題文があるってことよね。そういうことでしょうね。よかった、だいぶ助かるわ。それじゃあ早速探してみようか。まずはこの部屋からかな。いいえ、この部屋には隠されていないとあるわ。別の場所を調べてみた方がいいんじゃないかしら。わかった、急ぎましょう。よし来た、ここは僕に任せてくれないか。はい。ナホちゃんに僕は役立たずじゃないって証明しなければいけないからね。一番にクイズを見つけ出して役に立ってみせるよ。ちょっと田口さん、さてどっちに行こうか。よし、とりあえず右手側の方から攻めてみよう。ん？足音か？誰かいるのか？あ、もしかして響先生？先生！どこですか？響先生！田口さん、どうしたの？近くに誰かいるみたいなんだ。先生じゃないかと思うんだけど。先生が？響先生、聞こえますか？どこだ？薄暗くてよく見えないわね。先生！おかしいな。僕ちょっと向こうを見てくるよ。危ない！避けろ！痛くない。ハンマーはどうしたのよ。彼はいつもハンマーを持っているの？ええ、使い古してかなり年季が入ったものをね。まあ
そうなの。残念、見たかったわ。怨念がたっぷりと詰まったさぞかしいい霊具なんでしょうね。何なんだ一体。グループ行動を乱したから怒っているのよ。え、幸子ちゃんが言っていたでしょ、このクイズはグループ行動が鍵を握っているって。メンバーがバラバラになってはいけないのよ。ルール違反をすると彼にこうして叩かれてしまうわよ。うぅ、あた、わかったから、もう先に行ったりはしないよ。足に力が入らないようなら俺がお姫様抱っこで移動してあげるよ、さやか。突然現れないでほしいよね、はあ、怖かった。急に元気になったね、さやか。照れくさいからって無理しなくてもいいんだよ。俺の腕は君を抱き上げるためにあるんだからね。犬丸くんはポジティブだな。いかにもなストーカー思考で可愛いわよね。いや、ストーカー思考はどうかと思うけど。田口さんの性癖よりマシでしょ。ですよね。とりあえずいくら持っているものがピコハンとはいえ、あまり会いたい相手ではないわね。心臓に悪いよ。ルール違反になりそうなことは避けた方が良さそうね。というわけで田口さん、二度と勝手な真似はしないでもらえる？反省します。それじゃあ移動しましょうか。ざっと見たところこの辺りには何も隠されていなさそうよ。そうね、どこに行ってみようか。左の廊下、奥の方が少し明るく見えるわよ。こっちに行ってみてはどうかしら。そうかな、私は右の方がいいような気がする。どうして？なんとなくだけど。なんとなくね。自信のない勘に頼るのはおすすめできなくてよ。でも私の方が愛子さんよりこの場所には詳しいと思います。この辺りは散々歩き回ったから、クイズがありそうな部屋の場所はわかるんです。あら、もしかしてさやかちゃんは知らないのかしら。
今日は幸子ちゃんの力によって空間が恋に歪められているのよ。え？だからさやかちゃんが歩き回った時の地下防空壕と今の地下防空壕の作りが全く同じとは考えにくいの。つまりね、さやかちゃんの記憶はちっとも当てにならないのよ。わかるかしら？でも、私はこっちの方がいいと思うんです。そうなの？意地になって言っているだけではなくて？そんなこと、では多数決を取りましょうか。私が進みたい左の明るい廊下とさやかちゃんが進みたい右の暗い廊下、どちらに進むべきかしら？俺はいつでもさやかの味方だよ。というわけで右の廊下かな。僕は庭さんの意見に賛成かな。明るい方が気分的に助かるし、柳堀義和も出てこなそうだからね。さっきピコハンで襲われたの、そんなに怖かったんだ。いや、そのまあねえ。これで2対2ね。ナホちゃん、あなたはどちらに行きたいの？私は。左に行ってみましょう。え？そうよね。この場合、私が選んだ方を選択するのが普通よね。ナホちゃん、なんで？誰だっていかにも怪しげな暗い廊下より明るい廊下を進みたいと思うでしょ。当然の心理だわね、えナホちゃん。私はただ明るい方を選んだ方が素早く行動できて効率がいいと思っただけだから。さやか、ごめんね。さすがはナホちゃんね。さやかちゃんとの友情を優先するのではなく、合理的に状況を分析して答えを出すなんて。たとえそれでさやかちゃんが傷ついたとしても、ナホちゃんにとっては大して気に留める必要なんてないものね。そこまで言ってないわ。ただ私はクイズを早く見つけて先生を助けたくて。つまりさやかちゃんとの友情よりもコウ先生の方が大事ってことよね。違う。さやかをないがしろにするつもりはなかったけど、さやかにはそう伝わってしまったかもしれない。私はさやかを傷つけた。ナホちゃん。よかった、それならいいんだ。私より愛子さんを選んだってわけじゃなくて、キビキ先生をどうしたら早く助けられるかってことを考えて愛子さんの案を選んだんだよね。だったら納得。ナホタンが考えて出した答えならきっとそれが正しいよ。さやか、大丈夫、
私全然傷ついてなんかないからね。だって愛子さんの案を選んだからってナホタンと私の海より深い友情は揺るがないって分かってるもん。もちろんよ。そして俺こそがさやかの全てを深く愛せる生涯のラマンである事実も揺るがないよね。な、ああもうせっかくナホタンとの友情を確かめ合ってたのに入ってくんな。ゆぐっ、もう感動が台無しじゃない。そうね、なんだか拍子抜けしてしまったわ。ナホちゃんとさやかちゃんって固い絆で結ばれすぎているんじゃないかしら。ふふい、当然ですね、ナホと。もうこの話は終わり。それよりアイコ、もしかしてと思ったんだけど、今の選択もクイズだった？あら、よくわかったわね。やっぱり。おめでとう。正しい答えを選んだからプラス10点よ。正解しても10点しかもらえないのか。まだまだ427点には遠く及ばないね。ええ、そうね。っていうか今のがクイズでいいの？愛子さん、次からは不意打ちのクイズはなしって言ったのに。ごめんなさい、あれは嘘だったの。次からは本当に不意打ちはないみたいよ。それも嘘ですか？嫌だわ、もちろん本当よ。アイコさんが本当のことを言ってるのか嘘ばっか言ってるのか全然わからないよ。常に疑ってかかるくらいがちょうどいいと思うけど。まあ人聞きの悪い。相手にしなくていいわ。ほらさやか、先に進みましょう。そうだね。じゃあ田口さん先に歩いてくれます？え、なんで？罠があったら困るからですけど。予想通りすぎる答えだよ。けどいいだろう、僕はこの中で唯一の大人だからね。先陣を切ってみんなの安全を確保しなくっちゃね。いざ行かん！落とし穴？そうみたい。まさか一歩目で罠にかかるなんてね。そんな、田口さん！あらあら、即死かしら？潰れてぺっちゃんこかしら？それとも串刺しになっちゃったかしら？人を勝手に殺さないでよ。あ、すごい、落ちてない。田口さん、あなたの尊い犠牲は無駄にはしません。丸くんまでっていうか、早く引っ張って。下に竹槍がいっぱい生えてるし。これ串刺し系じゃないの？落ちたら死んじゃうよ。早く助けて。まあ、人が串刺しになる瞬間をこの目で見られるチャンスだわ。ショウゴさん、ちょっと手を離してみる気はないかしら？
恐ろしいこと言うね。もちろんないよ。犬丸くん、手を貸して。はいはい、ほら捕まってください。ありがとう、恩に着るよ。よっと。助かった。まったく人騒がせな。怪我がないようで何よりです。それはそうと、一つ気づいたことがあるんだ。何？この穴を一生懸命掘って、一生懸命竹槍を設置したのが幸子だと思うと、なんだかいじらしくて燃えるなって。翔吾さんったら、どんどん残念な人になっていくわね。十中八九、罠を仕掛けたのは幸子に命令された吉和だと思うけどな。田口さん、キモい。言ってみただけです。ごめんなさい。さーて、それじゃ、こんな虫は放っておいて、さっさと進みましょう。虫？そうだよね。まだきちんとしたクイズは一問も発見できてないもんね。急がないといけないな。タイムリミットがないといいわね。ああ、僕が悪かったから置いていかないでくれ。ひどい部屋だな。本当にこんなところにクイズが隠されているのか？わからないわ。でも廊下にクイズは隠されていないって紙に書いてあるもの。それなら室内を探してみるしかないでしょ。あまり気が進まないけどね。あら、どうして？こんなに素晴らしい部屋なのに。庭さんにはこれが素晴らしい部屋に見えるのかい？それはもう、すごく強い怨念を感じるわ。この部屋で何人もの哀れな子羊たちが命を落としたのね。今にも断末魔が聞こえてきそう。悪趣味。うん。さやか、この場所も来たことあるの？うん。そう。今のところ危険はなさそうね。みたいだね。それじゃ、心ゆくまでクイズを探してみましょうか。
あ、ロッカーの中に紙が入ってたよ。クイズが書いてある。内容は？おしっこといえば誰って書いてあるな。意味がわからないわ。どういうこと？まあ言葉の通りだよ。言葉の通り。おしっこってそもそも何よ？アイコ知ってる？そうね、おしっこをする娘って意味じゃないかと思うけれど、生きていれば誰だっておしっこくらいするでしょ？いや、そういう意味じゃなくて。じゃあどういう意味なんですか？これ僕が説明したらセクハラとかって言われそうだな。よし、犬丸くん、バトンタッチだ。すみません、おしっこなんて言葉今初めて聞きました。嘘つけ！なんだい今の間は。俺も意味がわからないので教えてください、田口さん。犬丸くん、自分だけいい子でいようなんてずるいぞ。早く言ってよ田口さん、問題の意味がわからないんじゃ先に進めないでしょ。そうよね、早く教えてほしいわよね。それでどういう意味なの？おしっこというのは、そのおしっこを我慢したり、おしっこを漏らしたりするおしっこイベントがある女の子のことを言うんだ。どうしてそんな言葉を知っているんですか、田口さん。ドン引きですよ。ああ、だからいいの嫌だったんだよ。それにしてもさやかちゃん、さっきからやけにおとなしいけれど、どうしたのかしら。いいえ、なんでも。もしかして気分でも悪い？無理しなくていいからね。うん、ありがとう。おしっこ、みんなは誰だと思う？思い当たらないな。天神小学校に飛ばされた子の中の誰かだろうけど。だとすると俺や庭さんじゃわからないかもしれないな。そうね。あ、そういえばゆかちゃんがおしっこを我慢しているのを見たことがあるわ。ゆかちゃんって青いスモッグを着た小柄な女の子だよね。そう、あの子しか私は思いつかないけど、他に誰か思いつく人はいる？はい。ん？さやかも誰か知ってるの？私。え？多分だけどね、このロッカーにその問題があったってことは、答えは。私なんじゃないかなって。うん？
ということは、つまり…さやかちゃんはこのロッカーの中で漏らしちゃったってことかしら。いろいろこれにはのっぴきならない事情とかがあって大丈夫だよさやか。そんなさやかもありだよ。俺は好きだ。全然燃える。おしっこ来たこれくらいの勢いだよ。デリカシーなし男。なんでださやか。犬丸くん、女心が分かってないね。田口さんに言われると複雑ですね。さて答えはさやかちゃんかしら、ゆかちゃんかしら。実は全然別の答えかもしれなくてよ。他に誰か心当たりは？そういえば天神小学校に来る前、私不幸にも田口さんのトイレを見てしまったのよね。ああ、あったねそんなこと。これも講義の意味ではおしっこイベントに入るんじゃないかしら。つまりナホタンもおしっこかもしれないってこと？その可能性はあるわね。いや、それはちょっと無理がある気がするけどな。あらあら、これで候補は3人になってしまったわね。どうするの？私だと思うんだけど。でもおしっこなんてカテゴライズされるのは嫌だな。キヨテラってナホちゃんかもしれないよ。ユカちゃんの線も捨てがたいのよね。それじゃあ問題を見つけた春雪くんが答えを決めればいいんじゃないかしら。あれ？それじゃあ。さやかと答えたいところだけど、おしっこ認定はされたくないみたいだし、ここは無難に行こうかな。答えはゆかちゃんだ。正解、プラス20点ね。お、よかった、正解ね。でかしたい犬丸くん。よかったね、さやか。さやかはおしっこの代表格じゃないみたいだよ。あれ、この中に沈んでる紙。うわ、血まみれじゃないか。それにもクイズが書いてあるのかい？
そうみたいです。なんとか読めますね。サービス問題、この部屋にあるバケツは何個、時間制限あり。時間制限？10個。あら、おめでとう、正解よ。はあ、よかった、ほっとしたよ。サービス問題だからプラス50点ね。50点？そんなに？ええ、やった、さやか、さえのきさん、田口さん、聞いたか、50点だ。やったすごいじゃない、インドマル。うわ、これで先生救出に近づいた。犬丸くん、やるわね。50点の功績は大きいよ、偉いよ犬丸。まさかさやかに褒められる日が来るなんて、というかさやかから抱きつかれる日が来るなんて。その上、さえのきさんがここまで喜んでる姿なんて相当レアじゃないか。これを機にどんどん正解していきましょう。そうだね、なほたん、頑張ろうね。うんうん、俺も正解するたびにこうして抱きしめてもらえるなら死ぬほど頑張るよ。何？なんで犬丸がくっついてんのよ、触んな。ギャン、理不尽だ。ん？ここなんか書かれてないか？どれ？ああ、本当、字文字ね。字文字？白檀高等学校の中で幸せの幸子さんを最初に知ったのは誰って書いてあるな。それサービス問題みたいだわ。正解したら高得点ね。頑張らなきゃ。と言っても白檀高等学校ってどこだい？なほたん知ってる？確か木佐美優也が所属している学校だったと思う。木佐美くん？ああ、あの背が高いイケメンくんか。ってことは彼の周りにいたセーラー服の子たちの誰かが答えかな。どうして？おまじないに詳しいのは大抵女子だからね。ああ、そっか。確か3人いたわね。誰か彼女たちの名前を知っている人は？ごめんね、なほたん、可愛い子たちだったけどまだチェックできてなかったよ。うん、僕もノーチェックだった。そう、お困りかしら。もしかしてあなたは知っているの？そうね、クイズの答えは知らないけれど、白檀高等学校の女子3人のフルネームなら知っているわ。え、すごい、さすが愛子さん。
ありがとう。それで3人の名前は？いやね、忘れたのかしら。私は情報を売っているのよ、なほちゃん。ただで教えるわけにはいかないわ。こんな時まで。誰か私に渡せる価値あるものを持っていたりしないかしら。まとまったお金でも構わないけれど、素晴らしい霊具だとなお嬉しいわ。聖水や霊退治の札なら持ってるけど、どうかな。それくらいなら私も持っているわ。ダメか。さやかとさえのきさんは何か持ってる？私は何も。私も。それじゃ情報は渡せないわね。どうしようかしら。あのさ、丹羽さん、これでどうかな。それは？天神小学校の様子を撮影したデータだよ。丹羽さん、普段の天神小がどんな状態か知らないだろうし、興味あるかなと思って。まあ、それを情報の対価としてくださるの？うん、こんなものでよければ。十分よ。ちょっと、田口さん、あれは先生に頼まれて撮っていた重要な動画でしょ？大丈夫、心配はいらないよ。コピーがあるんですか？いや、違うんだよ。実はあれ、中身は天神賞を取ったものじゃなくてね、個人的に撮った動画をうっかり持ってきてしまったものなんだ。なるほど、そういうこと。丹羽さんにバレたら厄介なことになりそうだけど、大丈夫か？普段の天神小学校、ああ、どれだけおどろおどろしい光景が広がっているのかしら。楽しみすぎて、現世に戻るまでなんて待ちきれないわ。ちょっとここで見させてもらうわね。ビデオカメラ？そんなものどこに持ってたの？企業秘密よ。さて、再生してみましょうか。ちょっと待っ、その前に情報を言って。あなたが動画を見ている間待ちぼうけなんてごめんよ。そうだったわね、ごめんなさい。そんなに怖い顔をしなくても、もちろん教えてあげるわよ。いい？ちゃんと覚えてね。白檀高等学校の女子3人は、それぞれ浦部恵美、桐崎桃子、山本美月という名前よ。了解、覚えたわ。それじゃ、クイズは勝手に進めていてね。私は少し動画を見させてもらうわ。ええ、好きにして。あ、いや、それ、今はまずい。位置について、よーい。さあ、始まりました。一年生女子による徒競走です。かわいい。小さな足であんなに一生懸命走って、特にあの先頭を走ってるおさげの子、うん、いいねいいね、実に可愛い。あーっと、先頭の子が転んでしまいました。
あ、でも泣いてる姿も可愛いな。頑張って立て、立つんだゆうちゃん。あんた何やってんだ。保護者じゃないな。そのカメラはなんだ。盗撮か。いえ、僕はカメラマンで、これはその動いている人物をきれいに撮る練習なんですよ。下手な言い訳をするな、この盗撮魔が。すみません、失礼します。待て、こらー。最低。いやいやいや、違うよ。ロリコンだったんですね。だから違うんだ、誤解なんだよ。これは本当に撮影練習の一環だったんだからね。喋らないでもらえますか。ロリコンの言葉なんて耳に入れたくないんで。だから違うんだよ、ナホちゃん。僕はどちらかといえば小学生よりも高校生の方が好きだよ。うわ、どちらも未成年で犯罪なんですけど。小学生と高校生を比較対象にするあたりがもうなんか隠行宣言ですか。怖っ。言えば言うほどドツボにハマっていく。田口翔吾さん、私を騙すなんて大変いい度胸をしていらっしゃるのね。お見それしましたわ。いやそれほどでも。あなたの血筋がたたり殺されますように。はい。私とても執念深いんです。この恨みが晴れるまでこれから毎日翔吾さんの家計を呪って差し上げますね。そこまでするのかい。三人ともそれくらいにしてあげたらどうかな。まあ、春雪くんは彼の味方をするの？実は小学生以下の少女とさやかちゃんにしか興味がなかったりするのかしら。いや、それはないよ。単に田口さんがちょっとかわいそうになっただけで。ああ、でももしさやかが何かの拍子で若返ったり、よぼよぼのお年寄りになってしまったら好みも変わるけどね。つまり俺はね、さやかの年齢次第でロリ趣味にも熟女好きにもなれる男だってことだよ。俺の守備範囲はさやかのみだからね。ああもう、どうしてここには変態男しかいないのよ。耐えられない。大丈夫よさやか、先生さえ助け出せれば先生の素敵オーラで変態は浄化されるはず。さすがキビキ先生、ナイスはイケメンだね。ナホちゃんもさやかちゃんも少し疲れているんじゃないかしら。言っていることがおかしいわよ。こんな部屋にずっといるんだ。言うことがおかしくなっても不思議じゃないよ。田口さんは生まれ落ちた瞬間からかわいそうなくらいおかしいようだけどね。笑顔でディスられた。
さて、ロリコンに構っている暇はないわね。答えはどうしようか。三人の中からどうにかして推理する余地があると思う？私はもう使えそうな情報は持っていないわよ。名前だけじゃ推理はできないよね。仕方ないか。それじゃあ犬丸くん、クイズを見つけた者の権利として勘で答えてしまっていいわ。勘か。よし、略団高等学校で幸子のおまじないを最初に知った人物は、それじゃあ浦部恵美さんにしてみよう。あら、あらあらあら、正解よ。え？おめでとう、プラス50点よ。犬丸でも役に立つことってあるのね。すごいじゃない。ありがとう、さやか。すごいじゃないってところだけ耳に入ってきたよ。ありがとう。本当に勘で答えたのだとしたら、犬丸くんはなかなかの強運の持ち主ね。そうかもしれないわね。こういう土壇場で運を発揮できるって素敵なことだと思うわ。丹羽さんの情報が正確だったおかげですよ。翔吾さんのように卑怯な手を使わず正当な対価さえ払ってくれれば、私はいつでも正確な情報を提供するわよ。これでもう少し分かりやすく味方してくれる人だと心強いんだけどな。難しい人だ。さやか！もしかして、さやかの制服にクイズの問題が隠されているかもしれない。はあ？いや、その前に、さやかの霊力に惹かれて、霊的な何かがさやかについてるかもしれない。調べさせてほしい。はあ？やだ、ちょっと、触らないでよ。いいから、いいから。あなたたち、さやか、どうした？ちょっと気持ち悪くなってきちゃって。無理もないわね。こんな部屋にいるんじゃ、そろそろ場所を移動しましょうか。でもまだクイズが残ってるかも。さやかが倒れたら心配でクイズを探すどころじゃなくなるでしょ。いいから移動するわよ。うん、ありがとう。今外を見てきたんだけど、すぐそこにトイレがあるみたいだ。行ってきたらどうだい？じゃあそうしましょう。さやか、大丈夫？うん、一回吐いたら少し楽になったよ。でもまだ顔色が悪いよね。平気です。少ししたらすぐに元気になりますから。強がらなくてもいいのに。
強がってなんてないよ、平気だってば。ほらさあ、でも念のためもう少し休んだ方がいいわ。犬丸くんと田口さんはこのまま外で待たせておこう。それじゃあもう少しだけ。うん。でもなんかごめんね。私怖いことはナホタンと一緒に何度か経験してるのに、いつまで経っても慣れなくて迷惑かけちゃってるよね。迷惑だなんて思ってない。それに天神小学校ほどひどい霊磁場は私だって初めてだわ。さやかが慣れなくても誰も責めないわよ。でもナホタンも愛子さんもすごく堂々としてる。私は踏んでいる場数が違うし、愛子は変人だから比較対象にはならないでしょ。あら、そうかしら。さやかちゃんはいい加減霊関係に慣れてもいい頃合いだと思うけれど。愛子、少しは空気を読んで。だってさやかちゃんのことでオロオロするナホちゃんってとっても可愛いんだもの。そんな理由でさやかを傷つけないで。そうやって怒る姿も可愛いわよ。ナホタン、私は大丈夫だよ。愛子さんのこういうのはだいぶ慣れたと思う。まあ、そうなの？それは困ったわね。別の手を考えなくちゃいけないわ。ごめんね、さやか。愛子がいつもいつも。平気。それよりナホタン、早く次のクイズを見つけなくちゃね。キビキ先生を幸子さんの好きにはさせられないもん。そうね。次の部屋を見かけたら手分けしてクイズを探しましょう。あら？これ？どうしたんですか？これクイズが書いてあるわ。ってことは、このトイレにもクイズが隠されてるってこと？その可能性が高いわね。犬丸くん、田口さん、入ってきてくれる？どうしたんだ？何かあったのか？女の子がいる女子トイレに入るって、なんだかドキドキするね。バカなこと言ってないで、田口さん。クイズが見つかったんです。本当？なんて書いてあるんだ？この中で一番胸が大きい子は誰だ？だそうよ。え？何この問題。人によってはとてもデリケートな問題ね、これは。僕たちが答えたらいろいろと危なそうな問題だね、犬丸くん。さやかは C カップだったよね。え？だからさえのきさんと丹羽さんが B カップ以下だったら、一番胸が大きいのはさやかだけど、他の二人のカップは。あんたはどうしてそうも無神経でいられるの？ヒン！もう本気で我慢ならない。
んなのよ犬丸は。落ち着いてさやか。あなたがバラされてしまったから私も言うけど、私のサイズは知ってる。ナホタンも C カップだよね。え？ナホタンと私カップサイズ一緒なんだよね。どうしてさやかちゃんも稲丸くんも触ったことのないこのカップサイズなんて知ってるんだい？私はナホタンと一緒に水着を買いに行ったことがあるもの。その時にサイズはチェック済みよ。ああ、そういえばね。俺はさやかのことなら何でも知っているからね。胸のカップどころかアンダーとトップが何センチなのかまでとっくに把握済みさ。ひねりつぶしてやりたい。どこを？となると残りはアイコね。私の胸のサイズね。この情報は高いわよ。キャッシュで1000万円一括払いというところかしら。いくらなんでもそれはぼったくりでしょ。私自身の情報は特に高いのよ。今すぐ払えないのであれば私のカップサイズは教えられないわ。払えるわけないじゃない。ナホタン、ナホタン、いい方法があるよ。アイコさんの胸を触って自分のと比べてみればいいんだよ。なるほど。じゃあその作戦でいきましょう。というわけで、アイコ、覚悟！え？こうして触ってみればサイズくらい判明するわ。そうそう、ナイスアイディアでしょ？ちょっと、やめなさい！それにしてもけしからんおっぱい、鼻血出そう。私のより柔らかいわね。ふにゅふにゅだよ。すごい手応えだよ。やめなさいってば。メルハンですよ。今、私の手の中に天国が詰まってます。悔しいけどさやかに同意ね。ただの肉の塊とはとても思えないほどの圧倒的なエネルギーを感じる。もういいでしょう、二人とも。なんて羨ましい光景なんだ。どうして僕は女子高生じゃないんだろうと思うと絶望の波に飲まれそうになるよ。というかそろそろ誰も突っ込まないのが不思議なんですが、誰の胸が一番大きいかなんて見ればわかりますよね。君の場合一番大きいのはさやかちゃんだって言い張るかと思ったけど。いえ、丹羽さんのあの存在感の前ではさすがのさやかも少しだけ霞むというか。胸には意外とシビアだね、稲丸くん。すごい体験だったね、ナホタン。ええ、世の中がいかに不平等であるか今さらながら思い知ったわ。こんな恥ずかしめを受けたのは初めてよ。お？ナホタン、試合に負けて勝負に勝ったってこういう気分なのかな。アイコさんのこんな反応が拝める日が来るなんて。
そうね、胸の大小なんか気にならないくらいスカッとしたわね。ということで、クイズの答えは愛子さんです。正解よ、プラス10点ね。やった。でもたったの10点か。簡単すぎる問題でしたしね。この調子でどんどん正解していけば大丈夫だよ、きっと。ここにもスペシャル問題があればいいんだけど。スペシャル問題は得点が高かったもんね。頑張って探してみようよ。え、そうね。あれ、ここさっき私が入ってた時は何もなかったのに。壁に紙が貼ってある。本当だ、人間の仕業ではなさそうね。やだ。大丈夫よ、さやか。問題を読むわね。天神小学校にトイレはいくつある？だって。トイレか。普通の学校は各階に男女別のトイレが一つずつだよね。天神小学校は本校舎が3階建てね。あとは2階建ての別館があって、それからここ地下防空壕が1階分。全部で6回分か。かける2で合計12個じゃないかな。でもそんなに簡単なクイズを幸子ちゃんが出してくるのかしらね。どう思う、さやか。普通なら確かに12個だと思うんだけど、そんなに簡単なのかなって私も思う。でもさっきの胸の大きさのクイズはすごく簡単だったし、どうしようかな。答えは6個かな。6個？ずいぶん少なく聞こえるけど。正解よ、さやかちゃん。天神小学校のトイレは本校舎に2つ、別館に2つ、地下防空壕に2つで合計6つなんですって。おめでとう、プラス20点よ。よかった。さやか、正解を知っていたの？全然。ただ12個は違う気がしたから、その半分くらいかなって勘で答えちゃった。さやか、正解は知っていたの？すごいじゃない、さやかはここ一番の勝負で運があったりするわよね。これもなほたんへの愛ゆえだからね。ありがとう。さすが、おしっこに名乗りを上げただけあるよ。トイレには勘が働くんだね、さやかちゃん。田口さん、今すぐ爆死してもらえませんか？え？僕悪いこと言った？今後、田口さんとはなるべく関わらないようにしよう。あ、ここ壁にクイズが書いてあるよ。本当だ。サービス問題。
武蔵川女子中学校の3人の中で一人だけクラスが違う子は誰？三択だよって書いてあるね。三択か、助かるわ。あと問題文の下に小笠原奈々、天戸屋なり、山瀬千早って書いてある。その中から選べってことね。誰かここに書いてある子たちを知っている人はいる？ごめん、俺は力になれそうにないな。僕もわからないな。となると完全に勘で答えるしかないんじゃないかしら。勘か。クイズというからにはもう少し推測しやすい情報があった方が助かるんだけどね。どうする、さやか？そうだね。じゃあ、アマトヤナリちゃんにしてみようかな。冴えているわね、さやかちゃん。正解よ、プラス50点。あ、よかった。ちなみに私が知っている限りでは、ナナちゃんとチハヤちゃんが4組で、ナリちゃんが6組だったと思うわ。あなた知っていたの？ええ、知っていたわ。だったら先に言って、さやかが外していたらどうするつもりだったのよ。さやかちゃんが間違った答えを言いそうだったらヒントを与えるつもりだったわよ。嘘だ。あれ、蛍光灯のところに何か紙っぽいものが挟まってない？本当だ。でもあんなに高いところじゃ届かないわ。ちょっと待って、石を投げて蛍光灯を揺らしてみよう。落ちてきた。大サービス問題。お前の後ろにいるのは誰だ？なんだ？ただの停電だと思うけど、大丈夫か、さやか？やだ、何も見えない。なんで急に、みんなどこにいるの？落ち着いて、さやか。下手に動かない方がいい。じっとして。と言っても勝手に停電が回復するとも思えないけれど。じゃあどうすれば？さっきのクイズ、多分あれに答えるまでこのままだと思う。クイズって、お前の後ろにいるのは誰だっていう。そう、お前っていうのはおそらく問題を読み上げた人のこと。え、私？だとすると、さやかの後ろは誰もいないよな。うん、そのはずだよ。だって私の後ろは女子トイレの入り口があるだけで。うわ！ナホちゃん、どこ？ナホちゃん！
ちゃん、闇雲に歩き回っては危ないわよ。だって後ろ、後ろで誰かが。もう田口さんが悲鳴なんかあげるから。いや、だって奈穂ちゃん、ここなに、誰、さやか。よかった。ナホタンがまたいなくなっちゃうような、そんな、生き方して。さやか。もう、絶対に離さないんだから。電気、ついた。よかった。本当に、ただの停電だったのかもしれないわね。うん。よかった、なおた。どうしたの、さやか。落ち着いたのなら、どいてほしいんだけど。目血を浴びるとか、さえのきさんが羨ましい。さやかちゃんと犬丸くんはまともな子だと思っていた時期が僕にもありました。それでさやかちゃん、クイズの答えだけど、結局あなたの後ろには誰がいたのかしら。あ、そうでした。あの時トイレのドアが叩かれたと思うけど、外に誰かいたってことなのかな。もしかしたらお化けがいたんじゃないかな。お化けって？それはほら、あの、なんだ？またルール違反で現れたのか？何かを訴えているようだけど。何を言ってるのかさっぱりだな。お腹が空いているんじゃないかしら。飯はどこだと言いたいのかもしれないね。その場合、食事にされるのって私たちなんてことはないよね。十分あり得ると思うわ。やだ。は言いたいんだよ。でもお化けはお化けだし。
ごめんなさい。名前を呼んであげたらいいのよ。名前って確か柳堀義和さん。ちょっと思ったんだけど、いいかな。何？人には彼の名前を呼ばせるくせに、君は呼んであげないのかい？いくらなんでも、デクノボー呼ばわりはひどいんじゃないかと思うけど。人に強制だけしておいて自分を棚にあげるのはどうかと思うわ。正解するとプラス300点の問題だったのよ。そんな、照れくさいからってそんなやつ当たりするの？史上最大ね。まあプラス100点でも今までと比べればかなりいい点数だと思うよ。まあいいわ。それより幸子、早く先生を返しなさい。ダメだよ、ちゃんとクイズに正解してからじゃないと。そもそもクイズを探すって効率が悪すぎるとは思わないの？こんな調子で進めていたら一日なんてあっという間に過ぎてしまって、他のことは何もできずに誕生日が終わるはず。あなたはそれでいいの？なほた、幸子さんを怒らせたらまずいよ。だってもう遠慮しているのがバカらしくなってきたもの。私は早く先生と会いたいの。じゃあ次のクイズを出してあげる。何？サチコとキビキが今いるのはどこだ？迷わずに来れたらプラス20点あげる。あ、迷わずにってどうしたらいいの？今の地下防空壕は私が知ってる作りとは別のものになってるんだよね。ええ、おそらくね。じゃあ私は道案内してあげられないよ。僕も闇雲に走り回ってたから道なんて覚えてないし、先生たちがどこにいるかも全然見当がつかないよ。
しよう、ナホタ、お化け行っちゃうよ。ついていく？あいつについていって、もし間違ってたら、でもその裏を書いて正しい道を教えていたら。もうどうしたらいいのよ。ナホちゃんったら興奮しているのかしら。コウ先生が絡むとどうしても冷静さに欠けちゃうのよね。ダメだ、今のナホちゃんは正しい判断ができない。どうする？すぐに決めないと柳堀義和を見失う可能性があるよ。私あまりあのお化け好きじゃなくて、だから私はついていきたくないな。でも他にコウ先生の元にたどり着く方法があるのかしら。それはちょっと思いつかないんですけど。そうだ、幸子の霊力をたどってみるのはどうかな。そんなことができるのかい？ええ、俺一人じゃ少し心もとないかもしれないけど、さえのきさんと力を合わせれば可能なはずですね、さえのきさん。え、ナホタンと犬丸で幸子さんの霊力をたどれば響先生を見つけられるんじゃないかって話。あ、その手があったわね。やってみるか。え、もちろんよ。よかった、ナホちゃん少し落ち着いたみたい。さやか、ん？肝心な時に頼りにならなくてごめん。あ、そんなことないよ、ナホタンはいつだって超絶頼りになるんだから。ありがとう。それじゃ、犬丸くん、やってみましょうか。あ、みたいだな。まあ、本当に迷わないで来ちゃったのね。幸子、先生はどこ？この先にちゃんといるよ。なら早く先生に会わせて。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。でも残念、絶対デクノボーについていくと思ったのに。そうだ、迷わないで来れたんだからプラス20点だよね。わかってるわ。はあ、つまんないの。ほら、こっち、こっちだよ。早くしないと置いてっちゃうよ。この奥に響先生が。Thank you.
生。ナホ君、田口君たちも。サツコに何もされていませんか？ご無事ですか？はい、そこまで。どいて。まだダメ。ヒヒヒヒ。ナホちゃん、大丈夫？ええ、平気。キビキ先生の周りに結界が張ってあるんだ。近づかない方がいい。バカにしないで。結界なんて私の力で。やめるんだ、ナオ君。先生、どうして。いくらナホ君でも幸子の力には太刀打ちできない。そんなことは。君が傷つくところなんて見たくないんだ。私なら大丈夫だよ。そうだよ、ナホタン。幸子さんの結界なんかに迂闊に飛び込まない方が絶対にいいよ。さやか、確かに二人の言う通り、私の霊力では幸子には遠く及ばない。多分さやかの力を借りてもそれは変わらない。そんなにがっかりしないで、ナホ。クイズの点数が427点に届けば、キビキは無罪放免なんだから。今何点なの、アイコ。どうだったかしら。計算までは頼まれていないし、私も正確に把握はしていないのよ。でも427点には届いていないような気がするわ。大丈夫。今から出す最後のクイズに正解すればいいのよ。最後のクイズ。まだチャンスが残ってるってことか。よかった。最後のクイズってどんなものなの？今までのとはちょっと違う思考にしてみたよ。ここにいる全員の答えが同じだったら、それが正解として200点あげちゃう。でも一人でも違う答えを言ったら外れ。マイナス500点。どう？楽しそうでしょ？全員ということは、私も回答者のうちに入るのかい？もちろん。答えを相談してはいけないの？相談しちゃったらクイズにならないじゃない。それもそうね。わかったわ。クイズを出して。それじゃ、最後のクイズだよ。この中で、たった一人だけ生き残れるとしたら、誰がふさわしいでしょう？3分経ったら答え合わせだよ。頑張って考えてみてね。何なの、その問題は。
この中でたった一人だけ生き残れるとしたら、私は先生がふさわしいと思う。誰か一人だけって、さやかは優しいからきっと私だって言ってくれるんでしょうね。ありがとう。意地の悪い質問だな。犬丸くんは問答無用でさやかって答える。彼の中にはさやかしかいないものね。これは難問だな。先生は誰だって答えるのかな。もしかしたら私って言ってくれる。はあ、弱ったな。田口さんは先生って答えそうな気がするけど。腹の探り合いみたいな空気ね。私こういう雰囲気って大好きよ。愛子はどう考えても自分だと答えそう。犬丸くんの次に分かりやすいと言っても過言じゃないわ。こう考えてみると誰も答えそうにないのは犬丸くんと田口さんか。とりあえずこの二人は選択肢の中から除外しても良さそうね。となると先生、さやか、私、愛子の4人の中で答えが一致すればいいわけだけど。それにしても面白いクイズね。私としてはふさわしいという意味をどう取るべきなのかが気になるわ。ん？後世に語り継がれるべき器かどうかという意味なのかしら。それともこの場で最も尊敬されている人物という意味？そこを何とかしてすり合わせて答えを同じものにするのがこのクイズの意図だと思うんだけど。相談はダメって言ったでしょ。あら、ごめんなさい。相談ではなく独り言のつもりだったのだけれど。私なら答えなんて出せないけどな。例えば私がこの人って思う人を一人だけ生き残らせたとしても、その人は他のみんなが死んでたら絶対に悲しむんだよ。一人で悲しい思いをさせるくらいなら別の人を生き残らせた方がいいのかなって思う。さやか、今のも独り言？一つ質問をいいかな。何？もしかしてこのクイズの回答者には君も含まれているのか？幸子も？よく気がついたわね。ここにいる全員の答えが同じだったらって幸子は言ったでしょ。だから幸子もこのクイズには参加するよ。
私、決めた。私もだ。アイコ、空気を読んで答えてよ。難しいことを言うのね、ナホちゃんったら。私が空気を読むことを苦手としていることくらい知っているでしょ。読んでくれたら犠牲者の手記が落ちている場所を教えるわ。あら、本当？それじゃあ私精一杯頑張ってみるわね。そろそろ3分だよ。答えは決まった？ええ、大丈夫。それじゃあせーので答えてね。幸子も一緒に答えるから。せーの。何？どうしてみんな答えないの？それが私たちの答えってことだからだよね、ナホタン。ええ、多分みんなそうなんでしょう。そうだね。一人だけ生き残るというのはやはり嫌なものだよ。うんうん、僕もキビキ先生に同感です。どうやら私も空気を読むのに成功したみたいね。はあ、さやかと答えそうになるのを我慢するのは辛かったよ。どうして？全員正解なんて絶対しないと思ってたのに。あなたがクイズに参加するって聞いて、どうせひねくれた答えしか言わないんだろうと思ったわ。それで私があなたなら誰だと答えるかって考えたんだけど、そうしたら自然と誰もいないという選択肢が浮かんできたの。さすがナホタン、名推理だよ。美少女で頭が良くてメガテッコなナホタン、メロメロハーン。うわ、ちょっとさよか。に全員一致の答えになったでしょ。仕方がないわね。悔しいけど約束は約束。200点プラスしてあげる。やった、よかったね、ナホタン、よかったね。ええ、それじゃあ点数を計算してみるわね。アイコ、合計点はいくつ？ん？私は計算していないわよ。さっきも言った通り、そこまでは頼まれていなかったもの。サチコだって計算してないよ。どうするの？どうするのって、あなた自分で計算していたんじゃなかったの？幸子、算数嫌い。
仕方ないわね。私が覚えている限りで計算をしてみましょうか。うん、お願い。頑張ってきたんだし。お待たせしたわね。大体の結果が出たわ。どうだったの？それはね、パンパカパーン、なんと427点突破してたよ。まさかクリアするなんて思ってなかったけど、結果は結果よね。本当に？本当よ。ざっくりとした計算しかできなかったけれど、とにかく合格点には達しているわね。それじゃ。うん、キビキは返してあげる。なあ、みんなもありがとう。君たちが必死に私を助けようとしてくれた気持ち、本当に嬉しかったよ。心より感謝する。よかったね、ナホくん。本当にさやか、ありがとう。やってみればなんとかなるもんだね。まさか本当に助け出せるとはね。正直無理なんじゃないかと思ってたよ。そうね、いろんな幸運が重なったのもあるけど、ナホちゃんの頑張りは認めるわ。みんなナホちゃんが喜んでると私も嬉しいな。ナホタンは笑ってる時が一番メルハーンなんだもん。ナホタンの笑顔は私が守る。響先生がいなくて悲しんでるナホタンなんて見たくないもの。まあさやかったら。君たちは本当に仲がいいんだね。もちろんです。ええ、さやかはかけがえのない親友だと思ってる。メロハーン、嬉しいよナホタン。私にとってもナホタンはかけがえのない親友どころかラブラブチュッチな存在だよ。わかった、わかったから、もうさやか。大上さん、これからもナホ君をよろしく頼むよ。はい、任せてください。これからもう一つの約束も守ってもらえるんでしょうね。グループみんなの明日のスタート地点を
同じ次元にしてあげるってやつ。ふふん、幸子は約束は守るよ。やった、ナホタン、明日もナホタンと会えるよ。うん。なんでもないよ。さて、じゃあクイズ終了。一旦元通りに戻すからね。キビキも元の次元に戻すから、お別れしておきなよ。先生。ナホ君、大丈夫だ。きっと私たちはまた会える。はい。しばしの別れだ。元気で。じゃあ、はい、元通り。お疲れ様。